こちらには本日東証マザーズから第一部銘柄へと市場変更になりました、証券コードが3415、東京ベースの代表取締役 CEO 谷雅人さんにおいでいただいています。谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から東証本則市場の一部銘柄ということになりました。はい、どんなお気持ちですか？やっと非常に身が引き締まる思いで、やっとスタートラインに立ったなという気持ちですね。新しいスタートラインと、そんなお気持ちなんですね。はい、実は谷さんには、15年9月ですから1年半ほど前ですかね、一度私たちのスタジオにおいでいただいています。はい、その時はまだストゥディオスという名前、社名でした。それが昨年の6月ですか、今の東京ベースという社名に変更なさいました。そこら辺のですね、背景といいますか、どのような思いが込められているのか、ちょっとお話しいただけますか？理由が2つありまして、まず1つはもともとセレクトショップストゥディオスという事業だけしかやっていなかったんですけども、おととしの春にユナイテッド東京という新事業ができまして、今後も第3、第4、第5の業態を作っていきたいという思いで、ストゥディオスという名前ではなくて、1つ冠を持たせた東京ベースという名前にしました。そしてもう1つが、我々の企業理念である日本発を世界へというものを目指していく上で、東京活動拠点に、そしてそれをもとに世界にを代表するファッションコングルマリット集団になりたいなという思いで、東京ベースという名前にさせていただきました。その2番目の理由がなかなか素晴らしいですね。ありがとうございます。東京をベースに世界に展開していく、世界に発信していくという、そんなような、本当に、クールジャパン、そんな、戦略ともちょっとこう重なるような、そんな思いが込められているわけですか？そうですね。わかりました。で、そのですね、東京ベース今どんな事業展開をなさっているのか、その説明からお願いしましょう。まず1つは、セレクトショップストゥディオスという事業でして、こちらは、東京ブランド、いわゆる日本人デザイナーによる東京活動拠点にしている、デザイナーズブランドですね、それを集積したセレクトショップというものを1つ展開しています。こちら今現在、26店舗を展開しています。でもう1つが、一昨年の春にスタートしたんですが、ユナイテッド東京、こちらはすべて、メイドインジャパンの自社商品なんですけれども、メイドインジャパンの、そして、原価率を高く設定した、バリューを持たしたコンテンポラリーブランドとして、現在展開しております。2つの業態で今展開なさっていると。その、2業態、どんなポジショニングにあるのかっていうのをこちらにですね、持ってきていただいたんですけれども、ざっくりとで結構なんですが、特徴をご紹介いただけますか？大きく分けて、ストゥディオスがセレクトショップ、ユナイテッド東京がワンブランドなんですけれども、お客様の層でいうと、ストゥディオスは20代から30代のファッション感度の高い層ですね。そして一方、ユナイテッド東京は20代から40代のもう少し幅広い世代をターゲットにしています。世代が少し広い、で、実店舗においての客単価はストゥディオスの方が高めですね。それは自社商品と、他社から仕入れているセレクト商品を2つやっていますので、どうしても高くなりますね。そういうことですね。実店舗で2万6000円、でユナイテッド東京の方は2万2000円という感じですね。店舗数は、現在ストゥディオスが、実店舗で23店舗ですね。でユナイテッド東京が8店舗で、ユナイテッド東京に関してはちょうど来月ですね、の3月に横浜と丸の内が出店するので、それで10店舗になります。3月に10店舗になるということですね。でそれぞれ EC で5店舗2店舗と持ってます。EC、その実店舗の比率って大体どんな感じなんでしょうかね？大体ともに、EC、化率っていう言葉を使うんですけども、EC 化率で大体 35% 弱ぐらいですね。35% ほど。実店舗まだまだですね、力強いんですよね。そうですね、それが我々の強みでもありますね。強みということですか。そして、業績の方をですね、数字を持ってきていただきました。これは先ほど発表なさいました第3四半期のですね、実績です。売上高が63億8700万円、これは前年同期比ですと 53.2% 増と、非常に高い伸び盛りなんですね。そうですね。営業利益が8億3900万円、これも前年同期比 111% 増という、利益が倍増ペースということになってますね。足元は極めて順調ですか？そうですね。そし
で合わせて通期の見通し、こちらを持ってきていただいてます。増額修正をなさってますね。そうですね。売上高が17年2月期91億5400万円に増額修正されました、はい、これは前期比ですと 50.3% 増、はい、営業利益は11億9000万円、はい、これも同じく 80.4% の伸びということになりますか、はい、上の方にはちょっとありますけれども、営業利益率が改善している、改善というか向上しているということですね。はい、前期比で 1.5% の上昇、はい、アップを見込んでいらっしゃると、はい、ここら辺の背景をもう少しこうご説明いただけますかね。はい、まあ、数字としてはまず新業態であるユナイテッド東京が巡航速度に乗ってきまして、はい、利益率が上がってきたと、はい、でさらに、商品原価を、うん、商品原価は高いんですけれども、うん、それに伴ってプロパー消化率の向上によって粗利益率というのが確保できている、うん、そしてさらに EC も順調に伸びていますので、その結果最終的な営業利益率というのが向上していますね。効率化も進んでいるということなんでしょうな。そうですね。はい、業績、急成長の途上にあるということなんで、はい、御社のビジネスの強みですね、はい、それを、トップの目から見てどんなところにあるのか、はい、ご紹介ください。はい、我々の強みとしてまずやはり小売業として一番重要だと思っているんですけども、はい、やっぱり現場至上主義というのがありまして、現場においての権限というのが非常にあるんですね、うん、現場をもとにお客様をもとに仕入れをしたりとか、あるいは販売をしたり、はい、販促を仕掛けたり、うん、で現場のそれに伴ってやっぱり現場の給与自体というのも非常に高く設定していますので、そこから会社全体をコントロールしていくということを大事にしていますね。やっぱりその現場が全て、はい、ということなんでしょうね。そうですね、やっぱり私自身も現場から最初この業界に入りましたけど、そうなんですか、はい、やっぱりお客さんを見た上でいろいろなジャッジをしていく方が全てにおいての的中率が上がっていきますね。そういうことですね。はい、あとはそのデータを現場から上がってきたデータをいかに分析するかということも、ね、これは大事なんでしょうか。はい、やはり感覚ではなくてしっかりそのデータですね、データに基づいてその施策が合っていたか間違っていたかっていうのを判断をしていますね。そうですか。そしてさらにその現場主義の背景にあるのはやっぱり人間ですよね。そうですね。その人材をどういうふうに確保しているのか、はい、そこのところはいかがですか。我々は新卒採用もそうですし中途採用にも力を入れています。で、当然やっぱり他の業界であれば営業、お客様と一番近い立場にいる人たちがしっかりお客様に対して感動を提供して、でその人たちが高い給与をもらうというのは当たり前のことだと思うので、我々もこの業界においてやっぱり一番お客様に近くにいる人材がいい給料をもらって、それに伴って人材の確保の戦略というのもしてますね。そうですか。ここにちょっとありますけども、初任給、月給で25万円という、確かに高いですね。そうですね。理想はもうちょっと、上げていきたいですけどね。もっと上げたい、はい、そうですね。やっぱり現場に厚く、働きやすい環境を作ってなおかつこうスキルアップしてもらっているということなんでしょうかね。そうですね。やっぱりファッション業界は夢ある業界じゃなきゃいけないと思いますので。そして一方では、はい、実店舗もそうなんでしょうけども EC 販売比率を、ということですね。はい、これ今 EC 化率が 35% ぐらいなんですけども、あくまでやはりその現場ありきで現場のお店があるからこそ EC っていうのが上がっていってると思うんですね。で今は主に ZOZO タウンと自社の EC で2つで展開してますけど、それぞれお客さんの販路が違いまして、いずれにしてもその EC の中でいかに現場に近いこと、要はお客さんの肌感覚を伝えられるような、例えば撮影だったりとか文章を書くかとか、そういったことを大事に意思を伸ばしていってますね。肌感覚が大事ですかね。はい、そして、今後の成長戦略についてですね、伺っていかないといけないと思います。はい、まず短中期ですね、比較的短い期間での戦略、これはどうでしょうか。はい、まずですね、短中期的に見た時で言いますと、次のスライドですかね。これですか。はい、こちらですか。はいはい、まずは新業態であるユナイテッド東京のこちらの、出店、そしてセレクトショップスタジオスの出店とさらに増床、さらにスタジオスの派生業態というのも仕掛けていきたいなと。はい、でちょうど、4月に、スタジオスの1号店海外1号店の香港が決まってますけど、海外の出店でさらに EC を継続的に伸ばしていきたいなと思ってますね。そうですか。はい、
4月には香港で、4月の今のところ25日の予定で香港店がオープンします。海外香港店、はい、あ、そうですか、まあ、それはちょっと楽しみですね。そうですね、いよいよ海外で発信するという、はい、そういう感じでしょうか、はい、国内でも結構あれなんですね、あの海外のお客さんお店にはいらっしゃるんでしょう。そうですね、特に原宿の本店なんかでは、まあ、多くの、まあ、中華圏のお客様がいらっしゃっていて、まあ、ただ一過性のこう、まあ、景気とか為替によって来るお客様ではなくて、もともとそのうちに通うお客様というのはだんだんと増えているような状況ですね。ああ、そうですか、はい、あ、まあ、こちらも大事ということになりますよね。わ、はい、かりました。それではあの最後にですね、はい、今番組を見ていただいてます、投資家株主の皆さんにメッセージを一つ送っていただけますか。はい、はい、まあ、冒頭で、申しました通り、やっとスタートラインに立ったなと思ってます。で、我々は、まあ、日本初の、まあ、世界を代表するファッションの、コングルマリット集団を、本気で、目指してます、そしてさらに、100年続く企業というものを、作っていきたいと思いますので、まあ、地に足つけて、まあ、愚直にやっていきたいなと思ってます、はい、はあ、100年続く企業、はい、それは大事ですね。そうですね、ぜひとも、はい、はい、本日東証一部銘柄へと市場変更になりました東京ベースの代表取締役 CEO 谷正人さんにおいでいただきました、はい、本日はおめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。